まあですからガンバ大阪の方がよりこうプレッシャーのかかるリーグの終盤になっていると思いますけどね。まあかなり精神的にはストレスは感じていると思いますし、またね本当にあの下位に沈むチームはあのガンバ大阪よりもしっかりと守備陣形で引っ込みながら、まあ徹底はされていますよね、はい。まあ、そこ奪ったボールをしっかりと前線の強みである強さ、速さというところを生かす、まあ、パトリック選手、鈴木選手のロングフィードですよね、はい。ここは速いクロス抜けてきた、先制ゴール。最後は西川が触ったでしょうか。ここちょっと後ろからビルダップをね、そうですね、ガンバは少し中途半端になりましたね、はい。ここ奪ってから速いサイド攻撃で、まあ、キーパーとディフェンスの間っていうところは速いクロス、グラウンダーのクロスですよね、はい。最後よく触りましたよね。ここは右に流れていた宮代が入れまして、最後に西川が触ったかどうかですけど、三浦選手の背後から飛び出して、あ、そうですね、少し太もものあたり、膝上ぐらい触ってると思うんです。前で受けた宮代ですが奪い返しました。メシロにボールが入った。ドリブルも得意、そのままシュート。ただ岩崎出てきた、抜けてきた、ゴール前を通り過ぎました。長沼シュート、ゴール前で待ち構えていました宮代。もうこう逆サイドのね、この長沼選手がいいボールを上げましたよね。本当ピンポイントクロスですよね。長いボールでレアンドロ・ペレイラ、面白い、先に触って胸トラップからシュート。よく右手一本触り有利だと思います。あ、立ち沿い西川、先制ゴールの西川、深いところへ打って右足で入れる、合わせました。最後入っていったのは代わって入った小野です。まあ、奪ったボールに対して縦パス抜け出した、このサイドバックの裏に抜け出した西川選手がこの右足でキーパーとフェーズの間ですよね。飛び出しも早かったですよね、はい。この選手の完全にフリーでしたから、ガンバ真ん中、ファンアラーのパスを出して高尾、そして山本、ゴール前レアンドロ・ペレイラ、押し込めない。その前に笛があってオフサイドポジション、ここですかね、はい。ペレイラ選手、ファンアラーのかわした、ファンアラーのゴール前、レアンドロ・ペレイラ。アディショナルタイムは4分、ここで笛、0対3、サガン鳥栖、これまで1勝もできなかったパナソニックスタジアム吹田で初めての勝利。ファクティッタム、ゴッサブスカイ、チョン YouTube J リーグインターナショナルでなかっ。Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.